日本の一般的な住宅有機的なデザインのザ・タートルハウス・アイ・フォードマナーの裏庭はハロルド・ペトによる設計。住宅は人の居住を用途とする建築物。住居とも言う生活範囲となる環境を含める場合もある。一つの敷地に一世帯が居住する。一個建て、個人住宅とも言う建築基準法においては専用住宅と複数世帯が居住する。 集合住宅とに対別される。また、事故が所有し居住する持ち家と、他人が所有する住宅を借りて居住する貸しや、賃貸住宅に分けることもできる。いずれの形態でも自身の住む住宅を指して、自宅と称することができる。住宅の形には、社会の変化に応じて流行もあり、和風住宅、洋風、洋風住宅といった呼び名があり、また、高齢者の在宅ケアなどのための同居する人が、 増えるようになり、二世帯、三世帯住宅や、高齢者住宅、バリアフリー住宅といった故障も出てきた。遥かな古代には、人類は最終のために移動生活を行ってきたが、ごく初期には洞窟など居住に適した地形を見つけ、暮らしていた者が、やがてキャンプ地で手に入るものを寄せ集めて、風雨をしのぐための仮の建築物を作るようになった。これが、住宅の起こりである。 この時期の住居は移動をする関係上テントや掘ったて小屋程度のものだったが、やがて定住を行うようになるとともに、固定し容易に移動できない形での巣を営むようになった。人類は定住するにあたり、まずはその近辺に豊富にある材料を寄せ集めて住宅を作った。こうして近隣で豊富に取れる材料を使って住宅を建設することは近代までは一般的であり、このため、 世界各地でその風土に合わせた様々な材料の住宅が存在するようになった。中東などの乾燥地においては水に弱いものの簡単に作れ断熱性に優れる日干しレンガが古代より主要な建築材料となっていた。一方高温多湿な熱帯やモンスーン地帯においては軽量で風通しが良く雨に強い木材を使用することが一般的だった。石材は どの文明でも使用されたものの、レンガや木材が使用できる地域においては、そちらが主となることが多かった。また、移動の多い遊牧民などは、動物の毛や皮などを使ったテントを宿営地に建てたが、これも住居の一種である。また地上に家屋を構えるのではなく、乾燥地においては地面を掘り下げ、地下に穴を掘って住居を建設することも近代までは行われていた。 ード高原における、かまどや、かっぱどき赤いマクルの地下都市、チュニジアの旧、マトマタなどがよく知られた例である、住宅建設の技術が進むにつれて、その形状もその土地に合うように変化を遂げていった。寒冷な地域においては、炉やいろりなどといった暖を取るための設備が重視され、多湿地域においては湿気を避けるためにしばしば建物は、高床式となった。 また、乾燥地域では降雨に対応する必要がないため、屋根は平らなものとなる一方、タウ地域では雨を流すよう屋根に角度がつけられていることがほとんどである。こうした様々な素材、様式の住居は居住者の行動を規定し、生活様式に大きな影響を与えた。近代以降になると、コンクリートなどの新しい建築材料が登場するようになった。国勢調査では、 完全に区画された建物の一部で一つの世帯が独立して家庭生活を営むことができるように建築または改造されたものを住宅としている。住宅の建て方には一戸建て、長屋、共同住宅及びその他に分かれる。その他には工場や事務所などの一部に住宅がある場合や住宅以外の建物の場合を指す。住宅ではないものとして会社や学校の寮、寄宿舎。 病院、療養所、ホテル、下宿屋、旅館、宿泊所、臨時応急的に建てられた建物などが挙げられる。学校の寮、寄宿舎病院、療養所、社会施設、自衛隊営者、共生施設などは施設として扱われる。国土交通省の市街地のちづくり、活性事業において住宅対策事業は次の施策を行っている。市街地住宅の供給施策は 以下のものがある。他、住宅市街地開発事業では、新住宅市街地開発事業、住宅外区整備事業がある。日本、編集ドイツ、編集アメリカ合衆国、編集集合住宅、編集個人住宅、編集、なお、園芸用の農地は、建物の基礎部分に接して、農地等を設けるべきではない。外虫などが、家屋に侵入して様々な悪影響を及ぼしたり、 雑草を焼却しようとして根から基礎に火が回り、建物火災になることすらある。これらの点や防犯上、建物の基礎部分周囲には砂利を敷き詰めることが望ましい。夏季に関連して、給排水、電気等の付帯設備もある。詳細は、住宅庭園を参照家庭用の家庭菜園も含め、住宅の庭は最も一般的な庭の形態であり、前庭や工程など、 住居の側にあり、前提はフォーマルかつ、反公共の場である、可能性もあるため、条約や、現地の法律の制約を受ける。通常屋外空間のヤードは、住宅の庭上に設けることができる。屋根庭園、吹き抜けや、中庭、バルコニー、ウィンドーバーキシス、または、上のパティオなどがある。住宅用庭園は、ほとんどの場合個人用に設計されているため、一般的に、 人間規模で設計されているが、素晴らしい家や広い敷地の庭は、公共の公園よりも大規模な場合もある。住宅用庭園は、ある特定種類の植物を展示するための特殊な庭園であっても、またはロッカリーであっても、または水の特徴などの特殊な特徴を備えていても、構わないがそれらはまたハーブや野菜栽培にも使用されているため、持続可能性においては重要な要素である。裏庭は、 本邸が周囲の庭園を二つに分けると発生している。これは特にイギリスの都市や町の高密度住宅で起こり、20世紀のイギリス郊外の典型的なハンド建て住宅には道路に面してアクセスできる正面庭園があり、そのような場合の裏庭はより隔離され、アクセスは一般的に住居を経由するか、速報を通る道で行われる。各国のフロントガーデンは、 観光業のスペースであるため、条約や法律の制約を受けているが、裏庭はよりプライベートでカジュアルなものであり、そのためより多くの目的に使用される。11月5日の焚き火の夜の焚き火など、一部の使用法は伝統的なものがありますが、天気の制約のため、夏は冬よりも夏の方が庭を使用するのが一般的です。同様に日中の使用は夜間よりも 一般的です。カンタベリー外資教の裏庭にはエラスムスによって植えられたと言われているクワが含まれています。機能的には以下の用途に使用できます。ありがとうございます。